救い主殿、一つ頼みがある。どうやらまだ国中に怨霊どもやら暴走した妖怪たちがさまよっておるようだ。国の妖怪らは家族も同然、手間をかけるが皆を救ってはくれぬか。この滝夜叉の頼みじゃ。どうか頼む。どうやら一段落済んだみたいだな。ああ、クザ、姿を消してたよね、白鳥者。当たり前だろ。さすがは救い主殿じゃ。じゃがまだまだ苦しんでおる民たちは多い。すまぬが引き続きよろしく頼むぞよ。あなたは救い主なら、私は何すればいいんだろうね。いざよいってもう一つあるの？いえ、あのような霊具は他にはありません。マジで何しに来たんだろうな、お前。それがわからないから困ってるのよ。態度はやめてほしいです。まあこのような次第じゃ。なんと安倍の生命が自ら動き出したと。それは強報だ。困った困った、どうしよう。まあまあまあ、
やめてくださいな、タヌキ隊よ。あの男の名など耳にするのも汚らわしい。しかし事実なのです。名も行いもありのままに受け止めなければならないのです。可愛らしい気真面目さね、天狗ちゃん。私をからかわないでほしいのです。天子さんも鞍馬天狗さんも揉め事はやめなんし、今は話し合う場にござんしょ。はーい。でも不思議ね、たんと縛って包んできちんと封印したのでしょう。千年ほど昔に。問題はそこじゃ。封印は我ら8人がそれぞれに代々受け継ぎ守ってきた。いかに生命とてやすやすと解けるはずがない。そのはずであろう。その通り。もちろん誰かが裏切っている可能性は否定できないけどね。裏切りだ。面白いじゃないか。上等上等。生命もその仲間も挑んでくるなら返り討ちにするまでよ。我も四天童子に賛成です。またもや我らにあだなすのであれば、頭から飲み込むまでのこと。勇ましい。おつむの中までげんこつが詰まっているのかしら。開いて中身を見てみたいものね。おや、口の減らない無礼者ですね。あるいは裏切り者と呼ぶべきでしょうか。言いがかりもほどほどになさいな。思わず呪ってしまうかも。ねえ、やめんか。ともかく悠々しき事態じゃ。領主の方々、夢夢警戒を怠らぬようにな。それはもちろんなのです。国の守りは固くする所存なのです。ああ、嫌な風が吹きそうにござんすね。どのように吹きますやら。寒い木枯らしはごめんですよ。吹かば吹け、大きく激しくな。いっそ嵐でも望むかい。大きく出るね、鬼の棟梁は。おうよ、それが鬼ってもんだろ。やれやれ、こちらは都が吹き飛んだばかりじゃというのにの。フラボッコのボッコはボッコボコにしてやんよのボッコです。ここからやる。
宴を開こうにもこうも荒れていてはの。屋敷の周りを少し片付けなくてはいかんな。まだ怨霊どもの残党も残っておるしな。そうじゃ、瓦礫を撤去している間に怨霊どもを退治してくれんかの。えんやこらせっとくいせ。瓦礫はきれいにのけんとの。姫様、これで一安心だね。私です。もう帰ってもいいですか。私なんかしました？ガシャドクラは真からの魂の集合体。肉体が滅んでもいずれは復活する。とはいえガシャドクラは大事な家族。一日でも早く復活させてやりたいのじゃ。私のせいだし、できることがあれば何でも言って。マキナ殿が負い目を感じる必要はないが、そう言ってもらえると助かるの。では散ってしまった骨を集めてもらえんか。派手に飛び散ってしまったからなかなか見つからないのじゃ。任せて。ああ、ガシャドクロがいればこんなのすぐに片付くんだろうな。粉々になっちゃったから戻ってくるまでしばらくかかるね。骨を見つけたら一箇所に積んどけよ。その方が治りが早くなる。いっぱい見つけてきた。これとこれとこれ。イズナちゃん、それ白い壺のかけら。